ボロチーゲームボーイアドバンスを改造分解編。アマン、おやつを食べる。今日のアマンちゃんでございます。アマンちゃんがね、なんていうんですかね、毛玉を出すためのね、おやつを食べております。なんかたくさん食べてます これがすごい好きなんだよね。なんかね、違うやつよりこれが一番って感じ。ちょっとね、なんかケホケホとかね、してたら、まあ、ちょっとね、こうやって多めにあげたりしてます。そうするとね、なんか毛玉がちゃんと出るのか、体調がいいんでね。いや、今日もね、美味しそうです。それでは本編スタートです。どうも、プニでーす。お元気ですか、皆さん。元気してますか。以前ね、ジャンクで買った、こちらのゲームボーイアドバンス。こちらをね、分解して、まあ、ちょっと改造していこうじゃないかと、思っております。まあ、かっこよくね、直していきたいな、と思っておりますので、見てていただけたらと思います。今日はね、全バラしますんでね。で、某国からね、購入したんですよ。シェルもね、交換しようと思って。スーパーファミコンのシェルが売ってたので、これにしました。で、あとはね、iPS 液晶。これがね、なんか、ちょっと、なんて言うんですかね。すごいっすよ。なんか、全部くっついてて。なんか、やりやすいよね。で、基板がね、こちらの、よいしょ。基板になるんですけれども、全部1個になったワンチップの、基板を選びました。で、あとね、もう1個、こちら。タイプ C のね、コネクタ。これに変えようかなと思って。充電ケーブルがさ、なかなか手に入らないじゃないですか。まあ持ってはいるんですけど、まあ複数持ち歩くのもめんどくさいから。あとこれはね、もう一個買ってみた。あの Type-C の、そうコネクタ。なので、まあ今回ね、こちらを使って改造していこうじゃないかと。さあ、それではですね、シェルの方ちょっと開けてみてみましょうか。すいません、ちょっとカミカミでね。まあ今日もね、今日もっていうか今回もね、少し注意点とか、細かくね、説明しながらやりますので、多分、この動画見ていただければ、作業できるんじゃないかなという、そういう状態で動画作っていきたいなと思っております。シェルはですね、カッターなどを使って開けてください。それはわかってるぞ、うるせえって。今ちょっとね、声が聞こえましたけど。すいません。で、こんな感じですね。シェル自体はね、どうだろうな。まあ、本家のものと比べるとちょっと安っぽいかな。軽いかな。そんな気がする。まあでも、よくできてるかなって気はする。隙間とかそういうのもないし、ちゃんとできてる感じはします。で、あとの付属品がこんな感じですね。あ、ここのボタンはね、こっちの方が固めで好きかも。標準のより。なんか標準のヘコヘコしてるよね。バネが弱いのかな。なんだろうね。ちょっとヘコヘコしてる感じがするから。で、こちら全部ね、ゴムもボタンも全部ついてますね。ただね、ここのゴムがね、前もシェル交換したことあるんですけど、
これがね、弱いんですよね。あの、戻りが。まあ、戻りが弱いっていうか、なんか、なんていう、ペコペコしてるんですよね。まあ、なのでね、ちょっとゴムは、古いの使おうかなって。使用済みゴム使おうかなって、思ってます。で、今回、じゃあこちらをね、交換していくぞと、やっていくぞと、みんな見ててくれと、壊したらごめんと。型番はね、AGS-001番になります。日本の型番のやつですよね。ということで、頑張っていきます。さあ、このボタンはね、どこまで使うか。あ、ボタンっていうか、あの、付属品ね。ちょっとあれですけれども。まあ、ネジなんかは流用できたら流用しようかな。と思っております。それではまずバッテリー抜いていきましょう。で、バッテリーが膨らんでいたら、バッテリーも買わなきゃいけないんでね。ちょっと見てみますね。ここがね、固着してるんだよな。やっぱり汚れで。さあ、どうかな。膨らんではなさそうですね。あ、状態いいぞ、これ。よいしょ。任天堂。ゲームボーイアドバンス SP のね。バッテリー。これは、非常に、状態がいいですね。で、分解していくんですけど、まず、ここがね、Y 字ですね。これを取っていきます。ちょっと待ってね、ネジの長さが違ったら、大変なんで。あ、大丈夫かな。同じネジっぽいんで、トレーにね、入れていきます。全部一緒ですね、ここはね。Y 字のネジのところは。よいしょ。そしたらね、ここがね、今、Y 字で取ろうとしてるんですけど、あ、取れるか。ここプラスじゃなかったわ。Y 字でした。ちょっとネジの長さが違うんで、注意してください。あと、ここにも一本ね、あります。これも取れました。これも Y 字でしたね。というわけで、この6本を取れば、開きます。外れる部品なんかもないんでね、いいですね。で、付け替える部品があるかどうか、確認していきますけど、あ、やっぱりそうだ。バネがね、強い、こっちの方が。あの、新しい方が。なので、私は、こっちの新しい方の方が好きかな。あ、で、あと、ここにね、四角い、メスネジがあるんですけど、それをね、つけとかなきゃいけないですね。それはね、新しいやつ使います。なんていうんですかね、このシェルに合ったものになってると思うので、古いのっていうか、こっち使うとね、ガボガボになっちゃう可能性があるんで、なのでね、これ使いました。で、基板を取るのにはね、ネジ3本です。こことここと、ここね。これだけで止まってるんで、取っていきます。簡単でしょ？いや、簡単なんだけど、液晶つけるのがね、大変なのよ、これ。折りたたみ式って。なのでね、まあ、折りたたみ式に手を出す人は、まあ、気をつけていただけたらと思います。まあ、コンパクトで、なんていうんですかね、スタイリッシュでいいんですけどね。で、3本目取ります。ここはプラスのネジですね。で、これがカポって浮くはずなんだけど、あ、浮きました。そしたらここにね、ケーブルがあるんで、こ
こうね注意して取っていかなきゃいけないんですけど、このケーブルはめるのがね結構大変なんですよ。で横にねスライドで引っ張り出すロックがあるので、それをねこうやって上からちょちょっと押してあげるとケーブルがスポンって抜けます。このケーブルがほんと難しいつけるときにね、まああの DS ライトもそうなんだけどね。でこの辺のゴムの部品ね、これはね再利用したいんですよね。これもねちょっと比べてみようかな。同じ質感だったらいいんですけど、あーやっぱり柔らかいんだよな新しい方の方が。だからやっぱりねボタンを押した時の質感が変わっちゃうんで、まあ、破けてなければ元のやつを使った方がいいかな。大きさも一緒だしね。なので、古い方を使う方にしました。破けてもないし状態も悪くないので、今シリコンスプレーかけてね、磨いておきます。これでね少し劣化も防止できるし、いいかなっていう感じです。で、こちらね、よいしょ、磨いておきましょう。こんな感じで全ボタンね掃除しておきました。よし。そしたら次はこれねスピーカーなんですけど、ここに乗ってるだけなのでスピーカーをね取ります。これハンダ付けしなくていいから楽でいいよねまあというわけで取りました。でじゃあ次は、ボタン類ですね。これね全部取っときます。で、ここのね、あの LED の光を伝えるやつなんですけど、それがついてるかどうか確認しますね。こっち側に。あ、ついてますね。これはじゃあ乗せ替えなくて大丈夫です。乗せ替えるものはほとんどないかな。このシェルで言えば。じゃあ今度これをね分解していかなきゃいけないので、分解していくんですけど、こっからがちょっとねここにネジ1本あるので、取っていきましょう。これがねちょっと大変なんですよね。よいしょ。じゃあこれでネジ1本取っていきます。よいしょ。で、古い機械なんで、結構固着してたりね、するんですよ、やっぱり。手汗とかで、ちょっと、こう、なんていうんですかね、汚れがついたり、錆びついてたりするんで。なので、あ、今取れましたね。ケーブルカバーが。で、これがね、取れました。で、ケーブルが見える状態になりましたね。でこれもね、今回交換していきます。で、このケーブルを先に通そうかなと思ったんですけど、無理そうなので、まずは、どうやって取っていくんだろうな。DS ライトだったら、ヒンジを先に抜けばスポッて抜けるんですけど、まあ、ここにあるヒンジですよね。一緒かな。まあ、ヒンジをね、取っていきます。で、取る上で、これがね、取りにくいので、ここにね、シリコンスプレーかけちゃうと楽ですよ。やっぱり固着してるんで、あとロックもあるんで、ちょっとこう、画面角度をね、
調整しながらやった方がいいんですけど、まあこの角度で上から押せばスポッて、うん、ちょっとロックをねこう押しながらやればスポーンって抜けます。うん、こんな感じね。一個ヒンジが、でこのヒンジはね売ってるから、まあ壊れたら壊れたで買えます、部品としては。そしたらね、液晶の、ネジ隠しをね取っていきます。で今回ここもついてるので、まあここで破けちゃっても大丈夫なんですけど、精密ドライバーとかでこうやって取ると、綺麗に取れます。うん、こんな感じでね。うん、で全部で5箇所あるので、で右上左上がバタンって閉めた時のクッション材になってるんで、ちょっと出っ張ってるんですよね。その他は平らの状態になってるネジ隠しがついてます。こんな感じで取っていきます。うん、そしたらネジをね5本取っていきます。でこれがね Y 字なんですよね。なので Y 字のドライバー使って取っていきます。よし、こんな感じでね、取っていきますよ。ちょっとね短いネジがついてるので、そこだけ注意してほしいんですけど、ネジはね全部一緒でした、5本ね。なのでまあ安心して外してってください。よし、こんな感じですね。そしたらこれをパカリンコと開けていきます。で今回液晶はなんていうんですかね、全面プレートと液晶がもうくっついてるんで、うん、非常に作業しやすいですよね。うん、でこんな感じでケーブルがまとまってるので、まあこれはねこんな風にしなきゃいけないんですけど、非常に大変です。でここに、またヒンジがありますので、これを抜いていくんですけれども、今液晶取らずにやってるんですけど、液晶取ってやった方がいいです。よいしょ、これ今取ろうとしてるけど液晶がね邪魔なんですよ液晶ねすぐ取れるんで取っちゃえばいいのにね。そう、液晶取りましょう先にね。うん、でこの液晶はね、まあ、予備部品として取っときます。でこっからまたねこの状態で抜いていきます。よいしょ、ちょっと押しづらいんだけどね。あれ忘れてるね、シリコンスプレーうん、シリコンスプレーかけよう。こんな感じでこれかけるとね、もうほんとスポンって抜ける。ほら抜けたうん、こんな感じでヒンジが無事取れました。うん、で色が違うのでヒンジ左右あるんで注意してください。こっちですね、うん、黒と白とあるのでそこだけ注意してください。なのでまあ外した方ね忘れないようにしてくださいね。まあというわけで、まあ、今回分解はここまですれば全バラシで、あと作業することができます。うん。ね、今回基板のね、この充電端子を交換したいので、まあ基板外したついでにね、やろうかなと思ってるんですけど、これがね、どんな感じなんだろう。
あー、こんな感じでつくのか。なるほどねー。ちょっと位置合わせが大変かもしれない。まあ、これをねちょっとつけていこうかなと思ってます。アリエクスプレス見てたらちょっと面白い商品見つけたんで、やってみようかなと思ってます。そうだな。まあうまく交換できるかな。何で外すかがな、難しいですね。こういうのってね、外す方が大変なんですよね。まあ外せたらできると思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございます。いやー、どうですかね、うまくいきますかね、壊しますかね。皆さんの予想はどちらでしょうか。明日の動画でね、交換して組み立てまでやりますので、また見てってください。それではまたね。